丸山ダムは、岐阜県加茂郡八百津町と蟹郡御嵩町との境、木曽川、水系木曽川に建設されたダム。高さ 98.2 メートルの重力式、コンクリートダムで、洪水調節、不特定利水、水力発電を目的とする多目的ダムである。戦後の大ダム建設の先駆けとして、大規模かつ本格的な機械化手法を全工程で行い、後の日本土木技術の礎となった。現在は国土交通省中部地方整備局と関西電力とが共同で管理している。ダム湖の名は丸山疎水湖という。木曽川水系にて水力発電所を建設し運営していた大同電力をはじめとし、全国各地に散在した電力会社を国家総力戦の名のもとに1938年の電力管理法施行によって強制的に合併させ、誕生した日本発送電は軍需産業への電力供給を強化するべく、木曽川の電源開発を継続していっていた。戦争が激化していた1943年、金山ダム、三浦ダムとともに大規模な丸山ダムを伴う丸山発電所の建設を岐阜県加茂郡に計画し、これに着手した。しかし1944年に戦争の激化に伴い事業は中止、終戦の日を迎えた。日本発送電が1948年に連合国軍最高司令官総司令部により過度経済力集中排除法の指定を受け1951年の電力事業再編令により分割、民営化されたことを受け、丸山発電所建設事業は関西電力が継承し、再開された。当時、日本では各地で水害が相次いで発生していた。これを受けて、内閣経済安定本部は、ダムの洪水調節機能により、木曽川の治水を図る計画を1949年に、諮問機関である治水調査会で審議した。その結果、新規にダムを建設することに適した地点が少なく、かつ季節発電ダムでは、洪水調節に必要な容量を確保できないことから、建設中の丸山ダムをかさ上げして、洪水調節容量を付加することで対策を図ることになった。こうした丸山ダム改造を含め、同年木曽川水系の総合的な治水を図る木曽川水系流域計画が策定されたが、翌1950年には国土総合開発法施行によって木曽川流域は、木曽特定地域総合開発計画に指定された。河川総合開発事業を中心とした国土開発で日本経済の復興を図ろうとする時の第二次吉田内閣による政策であり、これを受け建設省は木曽川総合開発の中心事業として丸山ダム建設事業に参加。関西電力に対し丸山ダムに洪水調節機能を付加するよう命じることを事業を認可している岐阜県知事に指示し、かさ上げに必要な公費は国庫負担という形で関西電力に施行を委託した。丸山ダムの設計については海外技術顧問団の助言を仰ぎつつ、ダムの洪水調節機能を有効に図るよう考慮されている。ダム天場に設置する放流用の水門の数に関しても、当初は14門を計画していたが、後に大型の水門を5門設置するよう変更された。工事に必要な資材を運搬する丸山水力専用鉄道の敷設や、ダム完成に伴い水没する上流の下立地区の集落32戸並びに農地約24ヘクタールの行方など諸条件は整えられ、1952年から本体工事に着手し、1955年に完成した。同時期には丸山ダム下流で丸山発電所が運転を開始し、ダム湖上より水を取り入れ最大125,000kW の電力を発生。さらに1971年には新丸山発電所が新たに増設されている。2発電所の合計最大出力は188,000kW にも上り、これは揚水発電を除いた一般水力発電所としては日本国内でも屈指の規模である。丸山ダムは現在国土交通省中部地方整備局と関西電力とが共同で管理している。複数の事業者による共同管理河川施設としては、河川法第17条の定める兼用工作物として管理規定等が分担されている。このため国土交通大臣がすべてのダム管理を一貫して行うわけではないことから、国土交通省直轄ダムではあるが特定、多目的ダムには該当しない。現在、丸山ダムはダムの機能を増強するために、日本最大級のダムかさ上げによるダム、再開発事業を行っている。この再開発によって新しく建設されるダムは、新丸山ダムと命名されている。国土交通省中部地方整備局が事業の主体である。洪水地の丸山ダム。丸山ダムは1955年の完成以降、木曽川の治水に大きな役割を担い、1959年9月の伊勢湾台風においても十分な洪水調節機能を果たした。丸山ダムの洪水調節機能は最大で毎秒6600トンまでの洪水流量を制御するという1949年の木曽川水系流域計画での計画をもとにしていた。ところが1983年9月28日に東海地方を襲った台風10号では、木曽川上流部に降った集中豪雨により、木曽川は過去最悪の洪水となった。丸山ダム地点では、洪水流量が最大で毎秒8217トンと、丸山ダムが制御可能な洪水流入量を大幅に突破。放流量も限界である毎秒4800トンを大きく上回る毎秒7836トンを記録し洪水調節機能を喪失した。このため直下流にある岐阜県美濃加茂市では市始まって以来の浸水となり大きな被害をもたらした。事態を重く見た建設省中部地方建設局はより確実な木曽川の改修に迫られた。この後丸山ダムより上流には御曽川ダムや阿木川ダムが完成し、治水機能は強化されたものの下流部の河川改修は沿岸地域が名古屋市のベッドタウンとなって人口が急増。さらに高速道路網の発達により堤防の整備や木曽川の川幅を拡張することは莫大な工事費や保証費、そして長い年月がかかるために現実的ではなく新規のダム建設についても大正時代より開発された木曽川は有力なダムサイト予定地がもはやなく、支流についても十分な容量を確保できるだけの地点はほとんどなくなっていた。また夏には渇水による木曽川の流量減少がたびたび発生し給水制限が頻発するなど、木曽川の流況は不安定なままであった。丸山ダムはそもそも1943年に当時の日本発送電により発電専用ダムとして建設が開始されたものを戦後木曽川水系流域計画によって多目的ダムとして改築した経緯があり、より本格的な多目的ダムとして1980年より再開発計画が発表されていたが、現在は上記の事象によって木曽川本流の根本的な治水対策として重要な事業に位置づけられている。新丸山ダム完成予想図。完成すれば、丸山ダムは完全に水没する。新丸山ダムの目的は、洪水調節、不特定利水、水力発電の3つである。丸山ダムとの違いは、不特定利水が目的に新設されていることである。洪水調節については1983年の美濃加茂水害の教訓を踏まえ、この時に記録した基本高水流量を基準とした治水計画に従って調節を行うことが最大の目的である。美濃加茂水害時の流量を上回る水害にも対応できるようにダム地点における基準を毎秒1万トンの洪水とし、このうち毎秒4300トンをダムで貯水し、残り毎秒5700トンを下流に放流する。そして他のダムや堤防などの河川改修による効果を加えて、木曽川治水の基準点である愛知県犬山市において毎秒1万6000トンの洪水を毎秒1万2500トンに抑制しようとするものである。丸山ダムに比べて豪雨時に食い止める洪水量が約 2.5 倍に増量されているが、この治水効果を確保するために新丸山ダムは次のような規模とした。下表は丸山ダムとの比較である。この再開発で新丸山ダムは丸山ダムを 20.2 メートルかさ上げすることになった。大幅なかさ上げはすでに北海道の新中野ダムや山口県の川上ダムで実施されているが、ダムの高さを 20.2 メートル一挙に上げるのは日本においては過去最大級である。このかさ上げにより、丸山疎水湖の総貯水容量も一挙に倍近くの1億3135万トンとなり、木曽川水系では、徳山ダム、岩屋ダムに次ぐ大腎蔵湖が誕生する。この莫大な貯水量を利用し、治水以外の目的も増強させる。不特定利水については、従来の丸山ダムにはなかった目的で、具体的な流量や樹液範囲は定まっていないが、木曽川の流量を年間を通して一定に保つことで、濃尾平野の木曽川沿岸にある機造性農地への農業用水を安定的に供給させるほか、下記の流量減少を抑えることで木曽川の河川生態系保護や河川環境の維持を図る。そして、水力発電については、すでに関西電力によって丸山、新丸山の両発電所が運用されているが、再開発によって、水力発電所の出力増強を図る。具体的には、現在両発電所合計で常時出力 21,200kW、認可出力 188,000kW である出力を、新丸山ダムによって、常時 38,600kW、最大 203,000kW に増強させるとしている。これにより、木曽川の治水増強、木曽川の流況改善、そして、国産エネルギーとして開発が推奨されている水力、発電能力の増強を賄うことが可能になる。現在丸山ダムは国土交通省と関西電力が共同管理しており、河川法第17条に基づく県用工作物ダムとして規定されているが、新丸山ダムについては国土交通大臣が施行から管理まで一貫して実施する特定多目的ダムとして運用される。新丸山ダムの本体工事が始まると、丸山ダム本体の実施により、上の部分は解体除去される。新丸山ダムを建設するにあたり、いくつかの課題があった。一つは、毎秒1万トンもの洪水をいかに制御するかということである。現在多目的ダムや治水ダムなど、洪水調節を目的とするダムの放流設備は、流入した量だけ、自然に放流する。自然調節方式の採用がコスト軽減の面からも主流となっており、近年完成したほとんどの重力式コンクリートダムは非常用洪水掃きにゲートがないゲートレスダムとなっている。しかし木曽川の場合は洪水流量が通常の河川と比較して莫大であり、確実かつ安全な洪水調節が必要になる。このため新丸山ダムについては、常用洪水掃き9門と非常用洪水掃き10門を備え、そのすべてにゲートを取り付ける方針とした。特に極めて危険な洪水の際にだけ使用される非常用洪水掃きについては、高さ 9.8 メートル、幅 11.0 メートルと巨大なゲートが使用される。また、洪水掃き下の放水路については高さを2段に分け、幅も現在の2倍とする。かさ上げの方法については、右写真のように、丸山ダムの洪水掃き底部を基準として、それより上の堤体をすべて解体、除去する。これは新丸山ダムの常用洪水掃きがちょうど、この位置に備えられるためであり、この作業を行いながら、コンクリートを下流に打ち増しする工法となる。しかし、大前提として、丸山ダムの治水、発電機能を維持しながら、工事を行わなければならないため、今後どのようにして施行を進めるかが第2の課題となっている。水没住民への補償は終了しているが、この課題をクリアしなければならないこともあり、完成年度は定まっていない。すでに計画発表から29年が経過しており、日本の長期化、ダム事業の一つにもなっている。2009年10月9日、前原誠二国土交通省が新丸山ダム事業の本年度内凍結を発表。2010年9月28日付で、ダム事業の検証が指示され、数度検討会を行った末、2013年7月31日、ダム事業の継続が決定された。現在は、国道418号や、県道の付け替え工事、天竜港建設工事等が実施されている。これらが終了後に、本格的なダム本体工事に入る。2020年3月、同年4月より、本体工事に着手する旨が発表された。これにより、岐阜県八百津町内の丸山ダム管理所が高台へと移転され、2029年度の完成を目指すとしている。現在丸山ダムは、写真のように疎水橋からダム直下流に行くことができるが、本体工事が始まればそれも不可能となる。そして2029年度に予定されている新丸山ダム完成により、日本における大ダム建設の合法となった丸山ダムは完全に水没しその長きにわたる使命を終えることになる。疎水橋橋からの眺め丸山ダムが建設された地点は疎水橋と呼ばれる峡谷である。木曽川が作り出した峡谷としては最も下流に位置し、丸山ダム完成により、そのダム湖である丸山疎水湖が誕生。丸山ダムから上流の江無笠木ダムまでは水が緩やかに流れ、新たな景勝地として深沢峡と名付けられた。疎水峡、丸山疎水湖、深沢峡はいずれも飛騨木曽川国定公園に指定されている。丸山ダムを中心として遊歩道やキャンプ場などが整備されており、美しい新緑や紅葉を目にするため多くの観光客が集まる。丸山ダム直下流には、小沢橋という名の吊り橋が架けられ、その中央からはダムを真正面から望むことができる。直下にダム管理事務所があり、付近の駐車場は一般に開放されている。また、ダム右岸側の高台には展望台が用意されており、丸山ダムから丸山疎水湖を一望できる。丸山ダムの概要について、音声で案内する装置が設置されており、現在進行中の新丸山ダムに関する案内板も多い。このほか、丸山疎水湖の名を刻んだ立て札や、ダム建設工事で殉職した作業員の慰霊碑がある。この展望台から見える左岸側に、ダム建設時のコンクリート骨材プラントがあり、コンクリートの材料となる骨材を大きさ別に貯蔵していた5本の塔が残されていたが、新丸山ダム建設工事に伴い撤去された。丸山ダムとその周辺の峡谷一帯には、木曽川に沿って国道418号が敷かれている。岐阜県川辺町にて国道41号、美濃加茂バイパスに接続し、東海環状自動車道、美濃加茂インターチェンジを経て、愛知県名古屋市に至る。丸山ダム周辺は、国道418号を含め多くの道路が、狭隘である。特に国道418号については、丸山ダムから上流の江無笠木ダムまでの区間が災害による崩落や路肩の極端な脆弱化を理由に数年間不通となっているという、まさに点線国道の典型例である。新丸山ダム建設に伴い、ダム北岸部に丸山バイパス等の代替路が建設されることになり、道路交通事情の改善が見込まれる。岐阜新聞国土交通省報道発表資料、丸山発電所に関するカテゴリー、新丸山発電所に関するカテゴリー。ありがとうございます。